うわ。え？広いな。これは操縦できるのか？あ、できそうだな。ただ何をするんだ？これが怪しいな。あ、これは石炭か。あ、ってことは、こうやれば、あ、わかった。これを投げ入れれば、あ、お、押し込め、押し込め、押し込め。あ、ちょ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 、俺が入っちゃダメ。これもか。おーちょ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 、おーちょちょ、あ、あ、まずい。あ、ん、あ、死なないんだ。暑さに強いんだな。今ピーっつったよね。もう一個か。多分これを入れれば、どうだ？あ！メーターが振り切ったな。何かが変わったか？あー、なるほど！残りの2つもか。だったら、よっ！よし！あれ？火がついてないな。よっ！あ、こっちもだ。ってことは、入って、なんで大丈夫なんだよ。これを、あ、熱した。うなー、詰まった。やばい。これ出られないかもしれない。持った状態だと。あ、いけるわ。熱した、石炭を、あ、いや、ダメだな。とりあえず入れたいんだけどな。よいしょ。暗っ。あ、ダメか。どっかで火をつける必要があるのか。ん？この先は？あれ？下に行くの？あ、あ、おーおーおお、こんなところに。なぜファンがここに？ああ！ひらめた。おそらく、全部の、これなんていうの？ボイラーっていうのかな？が起動すれば、こっから風が吹いて上に行ける？とかかな？まあ、とりあえずこの、火を、これでどうだ？あ、ついた、ついた、ついた。あ、ついたね。じゃあ、これも。よし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 。これ、こっちの石炭取ったらダメだよな。試しに取り出してみようか。よいしょ。どうだ？あー、ダメだ。振り切ってない。2個ぐらいあれば、ゲージが溜まるって感じかな？だね。2、3個だ。ということは、まあ、薄々感じてはいたんだけど、向こうに石炭があるな。そういうことか。ってことは、これの操縦が必要だな。うわぁ、シンプルだねー。これが多分アクセル。いった。あ、倒しっぱになるんだね。あとはこれだ。ちょ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 。いいぞ。いいぞ。
マリオカートで鍛えたこのハンドルさばき。ずいぶん遅いな。何 CC だこれは。まあでもこれだったら落ちる心配とかなさそうだな。まあのんびり行こうぜ。敵探は待っててくれるさ。あ、向こうにも道があんだな。あれ、これこっち側帰りのルートだったかな。やっちまったか。遅いな。とりあえずここをゆっくり曲がりたい。いいぞいいぞ、ゆっくり行こうか。あ、そう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 、いいよ。あ、もっと切れるな。いいぞ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 。はっ、俺うまいのでは。まあ前回のボートが、ボートか、あれが難しすぎるんだよな、おそらく。あ、待った、やばい。あ、やっぱちゃんと下がれんだね。あ、待った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 、下がりすぎ下がりすぎ下がりすぎ、危ねえ。アクセルで、もっと左に。あ、いいよいいよいいよ、よし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 、危ねえ危ねえ。調子に乗った瞬間これだよ。今バックした感じすごい勢いで下がったんだよな。てことはこれ帰りの方が危険なんじゃねえか。やばい、なんでこんな斜めった道を作ったの、誰だ作ったやつ。安全性のかけらもないぞ。よし、ちょっと右に切って、いいね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 。あー、絶対あそこに石炭があるよ。これでないなんてことはないよね。よし、さあゆっくりだけども確実に近づいております。あそこの下まで持ってきたいな。よし、あれ？ちょっと待って。なんでこっちにと、もうトラックがあんの。え、持ってくる必要なかった。嘘でしょ。いや、ちょい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 待って、そういうメンタルの折り方はダメだよ。まあ、とりあえず、あ、おお、下がってる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 、やばいやばいやばい、焦りが焦りが出てるよ。こうでしょ。運転してきた意味。あー、でこの先か。でさあ、あ、こっちも行けるな。もしかするとこの先が反対側に見えてたルートなのかな。ああ、そうだ。あ、じゃあ帰りはこっちから行こうか。多分向こうのルートそこまで急ではなかったように見えたから、戻るのは楽なんじゃないかな。マジかよ。まあ操縦する練習ができたと考えればいいのかな。ここにも火があるね。あ、わ、めっちゃある。よいしょ。おちで、ここに乗せれば勝手に行くでしょう。あ、行くね。よし。せっかくならたくさん持ってくか。あと、あと必要になってまた取りに来るよりはマシだよね。あ、でも、2、3個でいいなら、両手で持って運んだ方が早いのでは。あれ？
良くないことを考えたかな。まあ、とりあえずこれぐらいあればいいかな。あ、待てついでだから両手で持ってよいしょよいしょ、このまま行こう。うまくこれ乗ってると思うんだよな。あ、乗ってる。オッケー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 。さあ石炭だ。あ、よし、オッケー。よしよしよし。こんだけあればいいよね。よし。前進。さあ、またこっからちょっとだけ。長いぞ。おーおーおー、壁登れんのかよ、これ。すげえなー。強引にいけるな。これ落ちてないよね。大丈夫だね。あ、いや、行ってるよね。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。引っかかったかと思った。さあ、慌てずゆっくりハンドルをさばいて。いいよ、いいよ。このスピードだったら全然大丈夫だな。前回のステージのボートもこれぐらい楽だったらなー。あー、やばい、やばい、なんか、体がやばい。よいしょ。遅いなただただ遅いなー。あ、やべ、こっち。結構油断してるとカーブがやばいね。若干坂になってるが、それがどう響くかだな。こっから急に加速しそうで怖いんだけど、今のうちに右に切っておくか。海賊がトラックを操縦する日が来たんだね。海賊の生活も楽じゃねえんだな。よし、いいぞ。あそこのカーブが怖いな。よいしょ。よし、いいぞ。今んとこ順調だぞ。石炭も落ちてない。うわ、ここのカーブ急だね。こっちもこっちで整備がなってないな。ここで落としたら元も子もない。あー、危ね。あ、ちょっとスピードが上がってきたな。坂だと速くなるのか。よし。いいぞ。あ、いいよ。もうちょっと切りたい。よし。いいんじゃない?あ、完璧。いいね。ここのステージは謎解きがちょっと難しいだけで操作も簡単だし、いいな。なんで前回あんな難しかったんだよ。さあ、もうちょっとでたどり着ける。危ね。少し右に切って、あ、いいよ。で、まあ、ここまで来れば、あと運ぶだけだもんね。まあ、せっかくなら、もっと近くに持っていこう。よし。
いいね、もうちょい前、もうちょい前。いいよ、もう完璧だよ、これは。そこはいけるよね。まあ、こんなもんでしょう。ストップ。違う、バックじゃない。よし、OK。で、あ、これかな？よっ。どっちだろう？上か？あ、ん？あ、これ違うのかな？く、いや、違う。あ、いける。よし。これで石炭が、はい、来たね。あとはこれを入れれば、OK でしょう。よいしょ。あと1個か。よいしょ。持ってる？これ持ってる？持ってないな。暗くて見えねえ。あ、よしよしよし。あ、2つはいらん、2つはいらん。よし、うまくなった、うまくなったよ。掴むのうまくなってきたよ。よし、なった。ポーつった。よいしょ。オッケー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 。あと2個だな。あ、余裕だわ。これも入れて。よし。よし、あと1個。よいしょ。これで何かが起こるはず。来た。あ、いいぞ。ってことは、あれ、予想と違うか。これを操作するとかではないよね。あ、違うな。あれ、これはいけるでしょ、こんだけ回ってれば。おお、あと、ほお、来た。来た。思ってる以上飛んだな。で、今度はそっちか。ほい。よし。ここもいける？おーおーおーおお。おお、いいよいいよ。いいよ。で、そこか。そい。あ、あ、届か。うん、で、こっちに進めと。はい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 。で、ここか。よいしょ。で、あれ？あ！あ、嘘！もうゴール？あ、早かったな。あれ？すごいあっさり。なんだなんだ。ただただ楽しいステージだったな。よいしょい。で、次のステージだね。ここも広いなぁ。なんで腕くっつくかな。よいしょ。OK。 はい、というわけで、いやー、全然苦戦することなくクリアできました。もう毎回これぐらい楽しくて簡単ならいいのにね。というわけで、今回はここまで。次回はこのなんかジャングルというか古代石みたいなステージを攻略していきたいと思います。次回もぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。